早野プロ、はい、2014年を振り返ってどうですか。振り返ってみると、まあ、トップ50のシリーズは、まあ、初年度は25番だったんですけど、まあ、13番で終えて、でスタイル的にも1年目でダメだったところを良くしていって、まあ、戦えた部分もあれば悪いところもあったんですけど、まあ、順位的には上がった年になりました。で、マスターズシリーズに関しては、まあ、年間1位のアングル・オブ・ザ・イヤーというタイトルも取れて、まあ、よくも見えるし悪いところもいろいろ学習できた1年になりました。来年に向けての、まあ、課題というか、はい、自分自身の中では、まあ、トーナメント向けての課題は結構見えてて、そうですね、まあ、どういう風にやって、まあ、攻守しっかりして戦っていけば、まあ、自分のスタイルをどういう風に組み込んでいけばいいのかっていうのが見えてきた、1年間でした。じゃあ来年2015年はさらに進化した早野武史を皆さんに見せれると、ね、見せれると思います。まあ、正直成績はもう今以上に伸びる気しかしてないので頑張れると思います。じゃあつまり2015年の目標は、2015年の目標はもう、まあ、毎年掲げているんですけど、まあ、トップ50は年間、まあ、最低5位以内に入りたいなと、まあ、目指すのはまあ年間1位なんですけど、まあ、それをトップ50で、まあ、有言実行したいなと思います。はい、わかりました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。